グッモーニングイブニーキングです。今回も BMW を紹介していきましょう。今回紹介するのは M4 です。久々ですね、 M4 は。これもね、また白と黒のコントラストがまた美しい M4 に仕上がってますんで、そのあたりちょっと紹介していきたいと思います。ということでお願いします。どうも、グッモーニングイブニー。はい、もうそういうの置いてください。はい、アキさんお願いします。お願いします。はい、はい、ということでポイントからいきましょう。検したらちょっと M パホっぽいスポイラーなんですけど、ここにまさかのストンピンアーク、M パホじゃないんかいっていう、ちょっとちゃっかりこうね、M パホ残しつつの残しつつの、これはストンピンアークのM4 用、汎用みたいな、ね、そうです。薄いんで、もうだいぶロードクリアなんですか、普通のパフォーマンスよりも確保できるんで、もう2枚割っちゃってるんで、リップをで、直感に相談したら、もうこれがまた一番薄くて丈夫で、ドライカーボン、はい、これをここにスペーサーかましてるんですね。そうです、そうです。もう汎用性なんで、通常はやっぱりリップの下に貼ったり、まあ、取り付けたりっていうのが主なんです。もうダブルで通常つけるんですけども、もうロードクリアンスのためにスポイラーは、まあ、ダブルで割っちゃったよって感じ。そうです。ダブルでもいいのは。これ M パフォーセル、ね、それは M パフォーです。そこに合わせて、そうですね、ちょうどあったんで、ちょっと色目が特徴も違いますけど、カーボンの折り方が ね、ちょっとね微妙に違うんですけど、まあ、そうですね、あの近づかなかったら分からないし、そこまで細かく見る人はめったにいないっていう。これヘッドライトとかをフィルムしてるんですかね。そうですね、フィルム全部貼ってもらって、若干黒っぽい感じになって、ちょっと紫っぽいカラーですね、プロテクション。フロントはすごい純正風で、そうです、もうおとなしく、おとなしい感じで、はい、サイドに回ってきて、サイドスカートはこれも、そうですね、これ流れで合わせてストンピンアウトになってて、はいはい、これまた黒いっすね。ブラッシュド、ブラッシュドブラックなんです、ね、ブラッシュドブラックだけど、はい、ブラッシュドなんで結構光沢感って感があるというか、光の加減でこう見る立体感がすごい出て、こう、はい、色味が変わって黒と白だけど、この中にちょっとね光物っていう意味では、そういうことでございます。美しいですね。そういうことでございます。これが20インチで、フロントは 9.5、リアは10.5ですね、はい、で、またこのナットホールのところに目いっぱいにこうパンパンに入ってますね。シュパームチタンボルト、また聞き慣れない言葉を初めて聞いたわってつけてる人少ないですね、本当に。もうこういうのがね、ちょいちょいあるんでね、 BMW っていう感じはどこそれみたいな、そういうのいっぱい出してあるんでね、ちょこちょこ。そう、こういうところでちょっとね、他と変えてくるのもまた面白いですね。あ、でもこれもまたコンケーブが深いですね。まあフロントもそうなんですけど、嫌だ嫌だ、フロントも深いっすよね、これ一番深いので。で、テールに回ってきて、テールもまあスモークフィルム貼られてて、M パフォのスポイラーと M パフォのディフューザー、はい、そしてレムズの102倍、はい、一番まあまあ大きく見える、そしてスラッシュカット、はい、男のスラッシュカット、こう薄いっすね。これもまたいい音するんですよね、本当に。うるさいですね。うるさいじゃない。なんか普通に DME とか入れられてるんですか。ヘックスチューニング、ヘックスチューニングっていうのは、ちょっとこの辺りに出しておきます。この辺りに出しておきます。で、基本的にこういうメッキ部分は全部ブラックアウトされて、 ね、はい、それに合わせてハンドルもまたラッピングで真っ黒。これがまたハンドルって分かりやすいですね。もう絶対間違いない、まあ、絶対間違いないですね、うん、ここにね、黒いのがあるんで、ピンで、それに合わせて、そうですね、黒、黒、黒ってどんどん後ろに流れていく感じ、はい、ここメリハリをつける、またおしゃれなことをやりはりますわ。何おっしゃいますか、キングさんも。 DM ノーディはみんなおしゃれっすね。おしゃれ。
はい、じゃあちょっとハンドル開けちゃう、はい、ハンドルです、はい、おー、よいしょ、汚れてますけど、これは汚れないようにそれはねこれはみんな貼ってますね、どうしても剥がせないですね、で内装は普通に、そうね、ほぼほぼが、MV パフォーのですね、普通に、カーボンのパネルに変えられてる、はいはい、ステアリングかオートテクニックの、はい、カーボンとパンチングレザーのコンビのって、ちょうどこのエンパホのこれとあやめが合ってたんで、折り目がバッチリ合ってたんで、じゃあもうこれにしようって言ったので、あ、これつけれるんですね、これ、はい、エンパホのやつ、はいはい、このまま使えるんで、これはいいですね、で全体的にこう統一感で出せて、お、そしてもこれはあ、お世話になってますね、はい、お世話になってます、ね、お世話になってますね、テックエムさんの、はい、バルコンで、バルコンで、はい、で、デカドのスポーツスター、はい、またいいシートこれは旅のお供ですね、旅のお供です、長距離のこれがなかったらやっぱね、あのいくら質のいいあの純正シートでも腰痛くなるんでね、本当に1時間半ね、運転しちゃうと、だんだん塩濃くしてくるんで、どうしてもこれは手放さねえ、まあそれだけ ね、あの腰痛になるぐらい BMW 面白い車だっていうことですね、乗りたくなっちゃう、乗りたくなるっていうねこの人やっぱ M パフォーは M パフォーで統一した方がもうあのまとまりがあって本当にいいですね、はい、眩しいな、インベンチュリーが、インベンチュリーで眩しいっすね、吸気のイベント、これだけですね、これもうバージョン1ですね、これバージョン1になってるんでここ追ってないんですけど、これだとまた音がよく聞こえそうですね、今ここ完全に覆っちゃってね、うん、ここ、スクープから入ってきたやつそのまま流せるようになってるんですけど、赤いのがね、これが見えるんで、ね、横から見えると、はい、また綺麗にしてはるわっていう、そうですね、よう見えますからね、汚れてるのも分かりますね、汚れてるのもよく分かりますね、脱着が簡単ですね、思想ということで、あ、行きましょう、
トルクもしっかりありますね。次回の動画でお会いしましょう。はい、ということで、バイ。